こんばんは、ティモンさんです。ダメ国人ミラントやっていきましょう。さあ現在首位ということですね。貯金20ですね。まあでも交流戦でね、バカみたいに、まあ交流戦首位だったんですけど、まああのパリーグが軒並み勝っちゃったんで、結果的にやっぱりその4位と5位の差が開くだけっていうですね、まあ、そういった感じになりましたね。オリックスがね、昨年まで無類の強さを発揮してたのに今7位に沈んでるんですよね。この調子でちょっといこう。しかしホークスがずっと弱いんだよな。なんでなんだろう。さて、したらあいつだ、カビーの能力判明した。見ましょう。おい、おお。なんだこの何とも言えない、なんだろうこの何とも言えない感じ。弾道 4? なんでだ。足はまあちょっと、でも守備はまあちょっといけるか。どうなんだろう。どうなんだろう、カウイ。別に詐欺師だとも思わないけど、カウイのことを。どう?本塁打まだか。なんかアイテムが1個手に入ればね、可能性はありそうな感じするけど。カウイとは一体何なんだろうか。さて、交流戦終わりまして。そうね、3連戦の頭ちょっと見ていくっていうのが結構楽しかったな。これからのペナント全部そうやろうかな。でも、これからのペナント全部そうやろうかなと思うけど、あれなんですよね。序盤だともう誰も活躍しないから楽しくないんだよな。それがあるんだよな。ホドキンソン。アンダーウッドはいっか。とりあえずこれで。よし。さあ、このまま周囲を走り抜けたいと思っていますが、どうですか皆さん。デクちゃん、ボーイズ。オッケー。いいよいいよ。よし。エミントンチャンスダウン。ということはチャンスが F になったかな。エミントンチャンス F か。やだな。ちょっとやだな。1番か、これ。マートンタイプか。マートンと一緒なのか、実はこれ。自分で切り開くタイプの1番バッターなのかな。ベイン、ニアリキューバチン。最高だな。レミントン、そんなにチャンス弱いなら1番に置いてみるか。で、そうね。まあ、こうなるかな。うん、妥当。妥当な気がするな。アダムス2割5分。2割5分か。だったら正直アンダーウッドでいいんだよな。アンダーウッドにするか。うん。アンダーウッドの方が一発があり得るからな。こんな感じかな。ベイン3番、1番レミントン。レミントンがやっぱマートンタイプな感じもちょっとするよな。さあ、それではですね。ボイーズかな。ボイーズと、アンダーウッド買ってみるか。アンダーウッド、デクちゃん。この3人で行ってみよう。で、外国人はどうなんだろうなぁ。DECC。このレベル連れてこられてもってのあるんだよなぁ、もう今なぁ。おぉ、なんだこれ。DBCED。コルドウェル。22歳。これは行ってみるか。これでもう依頼ストップ。いや、これいいんじゃないか。ちょっと。ガイアいるんかこれ以上って問題あるけど、コルドウェル。ちょっと惚れた。コルドウェルに惚れた。ゴー。DBCEDD。これが本当ならば。本当ならばよ。フリースインが、三振が多い。三振が多いか。まあまあまあ、そういった一面もあるよね。したら、これ足がな、C だったら最高だな。相変わらずね。ちょっと、喉の奥にずっと、これ、蓄能なんかな?何なんだろう?蓄能症なんすかね、僕は。全く分かってないけど。蓄能症だったら嫌だな。ババに下げようかな。ババに下げて、ちょっと、コルドウェル使ってみるか。うん。これでいってみるか。OK。ピッチャーはどう?ピッチャーもね、バトラー 1.6 球。ついにバトラーが、特急派バトラーがついに、ベイチュ 1.04。グレシャム 0.86。 グレシャムもいいんだよな。ラムゼイとコックスか。コックスが本来の力を発揮している。あ、クック、あ、そうだ、これよ、俺が期待してたのは。このクックとコックス、この2人が一気に花開いてくれた。タワーズ 4.14。 ブライズも素晴らしいね。フォーブスもいいんだよな、 3.68。 フォーブスが実は一番いいんだよな。フォーブスめっちゃいいな。怪我もしにくい。バルコン5勝5敗。あ、でもこれこれ、もう期待してたのは、もう本当に、10勝10敗のピッチャーでいい。想像以上だったのはこのエドウィンですね。うん。7勝1敗。しかも秋男ついてくから、こっからなんだよな。いや、想像以上、本当に。
どうしようかな。ヘルソンとジュニア変えてみるか。キャニング行ってみるか。キャニングがそろそろなんか7勝0敗とかやってくれそう。そんな気配がする。おい、ボイス。アンダーウッド。アンダーウッド見るか、久々に。えい。コルドウェル。さあ、このコルドウェルが、どんなやつかね。ちょ、それも期待しちゃうよね。一旦アンダーウッド見とく。2割3分。2割3分でホームランの割合だけ多いっていうのがなんか、今のメジャーリーガーっぽくていいっすね。本当にもう、パワーヒッターというか、フラレボ。もうフラレボのに準拠してる。そんな感じがする。だってパワーズと山下俊平、ん？山下か？うん。いやーここは行きたいな。なんか向こうも調子悪いね。お、あ、いいね。これはどうだ？あー入らない。ギリギリ入らない。さあホームには行かない。さあノーアウト2、3塁。点が入らない。なぜだ。なぜ点が入らない。なぜ点が入らない。ギダをしねえからな。スクイズとかねえもんな。おっと、これはなんだ、犠牲フライにもなんないな。ちょっと頼むよ。頼みますぜ。ちょっとこの試合負けたくないんだけどな、あんまりな。ちょっとアンダーウッド攻めて。攻めてもう、あ、これは向こうも疲れてる。なんかアンダーウッドあの良さが、あの頃の良さが失われてる。お前は引っ張るのがいいはずなのに、なんか流そうとチョコ材な動きをしている。アンダーウッド思い出せ。アンダーウッド、お前の良さはそこじゃない。それ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 そう。アンダーウッド思い出した。やっと思い出してくれた。お前の良さ、そう、お前はそうなのよ。お前の良さはそこなのよ。これを引っ張る。よかった、思い出してくれて。さあどうにか、いや、1点取られた。よし、アンダーウッド。引っ張れ。お前ならいける。引っ張ってくれ。向こうなんかあれだな。新人なんだ。新人で抑えやってんだ。期待の逸材。19歳。19歳で?19 歳でやってんの？行ったれ行ったれ。あ、現実そんな甘くねえってこと言ったれ。言ったれよ、現実はそんなに甘くねえって。でも、奪三振2すごいな。守護神じゃないんだな。中継ぎやってんだな。奪三振にってことは。ああ、いいね、いいね。いいよ、いいよ。さあ、どうにかここで1点欲しいね。さあ、ホドキンソン。頼むよ、ホドキンソン。お前ならいける。2割2分か。いけるいける。あっと！さあ、どうしよう。代打かな。すまん、ここは代打だ、キャボット、さすがに。フェイロンかな。フェイロンか、さすがに。ここフェイロンでいこう。フェイロンなら可能性がある。あフェイロン、惜しい試合だった。フェイロン。まあ、フェイロン出して負けたらしょうがねえわな。うん。まあ、でもアンドルーズも本来の自分を思い出したかのようなホームラン。ありがとう。さあ、どうだい？うん、負けた。ベイン、チャンスダウン。基本能力の見づらい。誰が？さあ、ファイターズに負けた。よくないよ。よし、オッケーオッケー。なんか勝ったり負けたり。交流戦の勢いがそのまま来ないね。コルドウェル。コルドウェルが基本能力が伸びづらいんだって。そうか、やだなぁ。やしか。コルドウェル伸びづらいか。もう伸びづらいって言われてもなぁ。もう伸びづらいって言われてもなぁ。22歳だぞ、お前。お前22やぞ。もうちょい頑張れ。そしたらアイテム買うか。そうね、アイテムがね、だいぶ困ったね。ボイーズ。レミントンかな。これ買ってダメだったら、まあもう、しょうがない。あー間違ってる俺。すまねえ、間違ってる俺。俺間違ってた。で、外国人もう取れねえしな、ここまで行くしかねえな。結構ガッと飛ばすことになっちゃうな。どうだ、ハイライダウンした、ブライズ。そう。これでお金増やってくれ。キャボット怪我した。アダムスランプ。
さあデクちゃん、カービィスランプ、アンドルーズ怪我した。さあここいらで怪我やらスランプやらが目立ってきたよ。どうしたどうした。ピッチャーは大丈夫か。うん、バトラー、ベイチュ、グレシャムあたりがすごい頑張ってくれてるな。はいはい、カートライトがあれかな、要所、ベイチュが要所強いんで、カートライトが配線処理あるか。お任せにしよう、ベイチュ。で、コックスはもう中継ぎエース。オッケーオッケー。うん。2敗。やっぱ勝てないな。なんでなんだ、エドウィン8勝2敗。素晴らしいね、なんかね。おー、なんか、ポコポコみんな、ブライズがいいんだよな、なんかな。ブライズがなんかすごいんだよな。タワーズも勝ちに恵まれてんな。さて、どうかしら。一応、ダイダーも、アンドルーズ、アンドルーズ、ダイダー完璧だね。アンダーウッド。デミントン、3割3分5厘。素晴らしいんだよな。ホドキンソンが逆に2割5分。まあでも守備がうめえからな。デクちゃん24本。まあでもこんなもんだよね、デクちゃんってね。2割8分だもんな。一番期待できるのは。だからボイーズが素晴らしいね。ボイーズが去年の鬱憤を晴らすかのように、めちゃくちゃ打ってる。ハリス3割。素晴らしい。ハリス素晴らしいぞ。センターが埋まる、センターが埋まる。埋まっちゃうセンターが。スランプとかは一切無視して、ちょっと7月末まで行くか。なんか勝ってるぞ。アンドルーズ怪我復帰。オッケーオッケー。で、こっからは、まあ、こっからはな、海外の話だから関係ねえわな。さあ、トレードがいっぱい来るけど、ちょ、トレードできないんだよな。コルドウェル乗る勘弁。さあ、コルドウェルが乗る勘弁した。どうかしらね。期待はしてるよ。ゴー。お!いいんじゃないですか?これよね。望んでいたもの。やっと来てくれた。望んでいたものが。これだ。俺が望んでたものは。ありがとう。カウィ、ちょっと一回下がろう。いや、求めてたものが来た。ようやく。ようやく来てくれた。ありがてえ。いやー、これは助かるな。代打で K と行くか、これ。ファースト多すぎるかな。まあ、いっか。いや、これいいぞ。めっちゃいいぞ、これ。当たり外国人。おそらく。アンドルーズと、アダムスでもいいんだけどな。ケイド行くか。ちょっと代打。で、ベインが下がってきたね。まあ、そらそっか。フェイロンを上げるか。フェイロン使ってみるか。3番とかでどう?で、ハリス2番に上げてもいいけどな。まあ、でも6番にハリスがいる怖さあるよな。アンダーウッド2割5分。でも2割5分だったらこれでいいもんな。正直。ファーストいねえし。あ、マジこれでいいかも。ちょ、フェイロンちょっと行ってみよう。ちょっとベインの疲労考えて。ベインどう疲労?全然疲れてない。全然疲れてない。すごい。全然疲れてない。フェイロンはゼフ長だ。よく考えたら。ダメだ。ベイン、すまん。君だ。フェイロンじゃない。ベイン、ごめん。こうかな。こうしようかな。ヘイルウッド3番。なんだかんだヘイルウッドがずっといてくれるな。で、ここで、あれが終わんのか。補強が終わんのか。しかった。タワーズいいぞ。おー、いいね、いいね。勝ってる、勝ってる。さて、アイテムだ。ニチャムがちょっと肉薄してきてるな。どうしようかね。レミントン。バルコン買ってあげたいな。デクちゃん。メガホン。バルコン買ってあげたいよね。はい、レミントン。デクちゃん。ブライス、コックス、オッケー。もしかしたらアイテムなんかあるかな?アイテムなんかあってもよさげじゃない?なんもないか。いや、クックがすごい。1.60。これこれ。クック。俺が君に期待していたのはクック。ベイチもすげえな。ベイチがここに来て、ちょっと本領発揮してんの面白いな。バトラーはいいね。俺が期待してたバトラーが、ここに来て。グレシャムもあの覚醒から、素晴らしいね。
エドウィン発祥。フォーブスが若干下がってきたか。バルコン 2.98。 いやもうこれでいいのよバルコン。マジでこれでいい。バルコンは完璧な働きをしている。さてリード、そっかリードがまだあれか、アイテム何持ってねえのか。ケイドはまだ何もだね。コルドウェルなんかアイテム取ってもいいんだけどな。コルドウェル使ってみるか。コルドウェルが結構狙い通りの人ではあるんだけど、ただな、外役ガチガチなんだよな、うちな。外役ガチガチすぎて。まあ、アンダウッドと、こうしてみるっていうのは全然ありだね。コルドウェルを使ってみるか。守備考えたらハリスと交代か。でもハリスがセンターをやってくれてるっていう、やっぱリズムを崩しちゃいけない。まずコルドウェルを DC 使おう。リズムを崩さないだな。ちょっとコルドウェル2番とかで使ってみる、試しに。ハリス2番、コルドウェル6番、これでいいんじゃないですか。これはもうハリスのやる気も上がるだろう。これで OK、 これはいいんじゃないか。誰見ようかな。せっかくだからちょっと新人コルドウェル見てみるか。さあ6番 DH に起用、コルドウェル。まあミート、パワー、足十分あります。守備もまあまあうまいです。肩も強くなろうと思えばなれます。ただ能力が伸びづらいらしい。まあでも全部あと5ずつ上がればな、 BBBDC はいけるんだよな。そこは目指したいよね。さあコルドウェル6番。さあコルドウェル、赤いリストバンドが目印。さあスライダーですね。あでもやっぱミートできえな、好調なのもあるけど。全然切り込み隊長の1番センターがいけそう。ハリスがなめっちゃ好調になっちゃったからな。大谷だ。ハリスが信じらんないぐらい好調だから今。信じてないし俺ハリスのことあんまり、まだ3割打ってるけど守備大丈夫かしらって感じだし。まあ、でもコルドウェルがここでな、なんかちょっと僕もセンターいけるんですよみたいな感じの成長を見せてくれればな。うん、なんか2割9分15本ぐらいは打てますみたいな、そういうなんか才能を見せてくれれば。片鱗を来た、いいね。来日初ホームラン、いいよいいよ。サイレント、サイレントやってやるよサイレント。おい、オッケーオッケー。これでアイテムがなんか手に入ればいいね。三塁打だったらやだな。でも三塁打の可能性あるんだよな、こういうなんかちょっと足速いですよ系の選手は。コルドウェル、ここでホームランでも打ったらな、また話も変わってくると。ただまあホームランバッターじゃないからな、コルドウェルはな。めっちゃ中距離ヒッターだもんね。うん、いいね、荒れてんね向こうね。めちゃくちゃ中距離ヒッターだもんね。まあ、正直まあそうね、フォアボールを選べるっていう力よね。さあただ点が入ってないね。この向こうの、あ、松宮、この間も戦ったな。あ、能力判明してる、高卒ルーキー、高卒ルーキーの能力判明してる。ちょっと見てみよう、強っ覚醒もしてんのかい、強っ。これ高卒とかオリックスあと15年ぐらいはもう抑えと中継ぎは安定するな。めっちゃ強いやん、なんやこれ。いいな、そういうのいいな。向こう15年安定なんてうちないもんな。5年安定もしないしな。いいなあ松宮くんねえかな、うちに。高卒ルーキーでこれはもう最高よね。いやー向こう15年安泰はいいよ。ああいいねコルドウェル、この打球がコルドウェル。おそらくこうやって二塁打を量産するのがコルドウェルのプレイスタイル。オッケー、ナイス。さあ1点、あと1点差。いやこれいけるぞ、チャンス。さてどうします。ここはケイドのことを考えて代打ケイド行ってみるか。俺ケイドこれねある気がするんだよね。さあ今日2安打放っているコルドウェルからケイドに加えました。チャンス B、
いや俺はねあると思う。軽度はパワー上がるし、あと若い、なんといってもこれもうフォアボール選べてもいいからな。軽度緊張すんだ。軽度いいねいいね。軽度いいぞいいぞ。軽度軽度いいぞ。ここでフォアボールでもいいんだ。おお打ちに行った 3-0 から。怖いなあ軽度。ああ、さあ追い込まれた。頼むぞ軽度。おーし、ナイス軽度、いい押し出し。よし勝った。めっちゃいい押し出し。ラムゼイパークトリーリーフ、めっちゃいい押し出し。軽度落ち着いてた。軽度がすごい落ち着いてた今。最高。いや今のはめっちゃいい。今のはマジでいいね。サハリスパワーシー、めちゃくちゃ良かったな今の。盛り上がるな。いいわー、やっぱいいわー、やっぱいいわー、やっぱりいい、若い人っていいわー。デクちゃんの足上げるか、怪我しにくさ上げるか、どうしようかな。ホルドウェルどう、アイテムパワープラス8、パワープラス 8? お B になる。これはもう怪我しにくさ上げるか。足伸びる、あ足上がるな。ちょ足も上げるか。オッケーオッケー。嘘だろこれ、コルドウェルめちゃくちゃ強くなるぞこれ。え、マジで？めっちゃ強くなるよ、パワープラス8なんかしたら。強えよ。めちゃくちゃ強えじゃん、コルドウェル。ちょっとこれは期待しちゃうな。後半戦、この DH が、コルドウェルという DH が、どのぐらい成績残すかだな。これはちょっと可能性出てきたな。さあ、日ハム戦見るか。大丈夫、日ハム戦。さあ、キャニング勝った。さあ、日ハム戦は大事ですね。いや、ちょっとコルドウェルめっちゃ強いじゃん。どうする？どうするコルドウェル。めちゃくちゃ強いぞ。ハリス見てみたいけどな。まあ、いっか。ボイス、レミントン。ちょ、ケイド。ちょ、ケイドにも期待してんだよ、俺。代打のケイド。やっぱ右のパワー強い系の。チャンスにも強い、ハイボールに強い。まあ、つまり一発があり得る。一発逆転が余裕であり得る代打が出てくるのって結構怖いと思うんだよな。さあ、2点取られた。頼むよ、タワーズのために。オッケー。さあ、2点取られた、タワーズ。さあ、ただ、タワーズはすごい、負けない。さあ、おし！なんだ？コルドウェルがさよなら。さすがコルドウェル。さすがコルドウェル。ニュースター誕生じゃねえかこれ。コルドウェルホームラン持ってる、すごい。ちょっとこれはもうスカウトの赤眼だろこれ。スカウトの目が良すぎた。いやこれはいい、これはいい。うわあ、惜しかった。いいね、首位を6ゲーム差。このままいってほしいな。コルドウェル、コルドウェル、レミントン。で、バルコンをどっかで買おうかな。次、バルコンの登板いつだ？バルコンの登板は、8月13日に買えばいいのか。13日に買いましょう。よし。さあ、ホークス戦。負けられませんからね、最下位はやっぱり。オッケーオッケー。あー、2勝すりゃもう OK なんですよ。二勝すりゃもうオッケー。おんの字もおんの字。13に勝って違う、14に買えばいいのか。15に投げんだよね。14に買えばいいのか。明日だ。明日買えばいいんだ。あー、ちょっと全員軒並み不調だけど。大丈夫かな。行ってもらうか。ゴー。おー、勝った。意外と勝てるもんだな。タワーズ結構点取られちゃってるね。大丈夫かな。うん、ラムゼイ。オッケーオッケー。いや、コックスとクックがね、活躍してるのでかいわ。マジック40。来た。めっちゃ強い。うちめっちゃ強い。さて、ここでアイテムを買うと。バルコン。出番だ、バルコン。よし。さあ、コルドウェルがちょっと絶不調。3割2分。素晴らしいね、マジで。一回ちょっとリードいってみようかな。
ちょっと試しにね、どうかしらって感じだけど、試しに行ってみよう。アンドルーズもすげえんだよな、こいつな。ずっとなんだかんだ毎年3割起こしてんだよな。ヘイルーと一回調子たかってんな。このまま行ってみるか。こうしてみるか。ゴー。勝った。オッケー。デフちゃん、あ、ブライズがやっぱちゃんと抑えてんな。どうだい？アンダーウッド。お、2四球。リードは？お、ヒット打ってるね。いいね。素晴らしい。さあ、デクスターの料理。デクスターがノリノリです。やばいです。さあ、来ました。デクスターがノリノリです。後半戦、首位をひた走る我々にとって、とてつもない吉報。デクスターがノリノリ。とてつもない吉報が出たな。とんでもないことが起きたな。この状況でデクスターノリノリになったら多分負けねえぞ。デク砲が、デク砲が炸裂する。デクちゃん足は上がんねえかな。もうちょいなんだよな。伸びづらいんだけど。ミートの方が伸びるかな。どうだろう。足も C にしたいな。ミートの方が伸びるかな。デクちゃん頼むぜ。さて、バルコン。調子極端だからね。これで絶好調ですよ。じゃあコルドウェルが絶不調なんで、ちょっと軽度行ってみようかな。試しに。ゴー。バルコン、オッケー。あ、素晴らしい。やっぱ調子極端が強いわ、やっぱり。やっぱ調子極端ってこういうことやるな。抑えるんだな。オッケー。さて。マジックがついたままですよ。そうだ、アイテムの効果が。コールドウェル。レミントン。アンダーウッドパワー A。アンダーウッドがパワー A になった。なるんだ。なんねえかと思った。アンダーウッドパワー A ですか。そうですか。じゃあミートだな。もうあとはミートだけ。あ、待てよ。アンダーウッドなんか特製アイテムで、なんかパワーずっと上げ続けるのが良かった気もすんな。まあ、一回気にせず、ミート上げるか。ミート D まで行けばもう十分、おんの字もおんの字だ。よし、ちょっとバット飛ばすか。ほい。勝った。フォーブスが抑えてんだよね。さあ、マジック消滅。いや、勝ちたいよ。老朽家3連勝、でかい。さて、結構な、ゲーム差になってきて、なんか勝てんじゃないかという希望の光が見えてきた。ところで今回はこれで終了しましょう。また次回お楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。